しかするとだけどさ、この中に魔物がいたりすんじゃねえの？おる。あ、変わんない。おる。ムーベル君の王女様？え？なんで、なんでここにいんの？本人ではないけど、オマージュで。あ、そうなんだ。あ、ドラクエ2ではそう。え、ちょっと待って、あんたたちさ、軽くネタバレするのやめてくれる？そういう。いや、あんたたち、バカ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 。あのさ、あんたたちはやってあるから楽しんでさ、わちゃわちゃ言ってるかもしれんけど、やったことないペコーリン、それネタバレって知ってる？え、あんたたちマジで。え、あんたたち軽くペコーリンドラクエ2のネタバレしてんだよ、今。大バカなの、あんたたちマジで。いや、もしかしたらさ、やるときがあるかもしれないじゃん。今はなくても、もしかしたらさ、やれるときが来るかもしれない。あんたさ、普通に今言ったよね、今。いや、ペコラ忘れるけどさ。いや、おこだろ、お前。こんなんさ、あれじゃワンピースでエース死んじゃいますよレベルのネタバレだからね、あんたたち言いましたの。あ、言っちゃった。やべ。大丈夫かな、これワンピース見て知らない人いないよね。大丈夫かもしれない。まあ仕返しだからいいか。ああ知らなかった。エース死ぬの？いやもう知らねえ自体やばいってことだ。あんだけさ話題になっといて。ドラクエ2知らないやつがいるの？やったことないの。なのにあんたたちがプッてさ、ワンピース今12巻なんですけど、12巻って今どこら辺ペコだ？わかんねえペコだ。取り消せよ、今の言葉。お前知ってるやつペコじゃん。いいの、これはお返し。あんたたちがドラクエ2のネタバレするってことは、ペコーラもワンピースのネタバレしたってこと。そういうことペコでしょ？ドラ2は超有名よ。ワンピースも有名ペコだし。いやでもドラクエ2はさ、やったことなかったの、ペコーラは。で、5しかやったことなくて。ね、でも、このビルダーズやってた時にあんたたちがちょこちょこさ、ドラクエビルダーズでね、ドラクエ2のやつの、なんかネタだよとかさ、あ、これは5の BGM のやつだね、みたいな。まだそこなら私も、あんたたちはもう特大なネタの、ネタバレしたわけよ、今、ペコーラに。エース級のね。そういうことの、あんたたちがやったのは、マジで、罪深いことなんだよ、罪深いこと。え？必死すぎ。終わり。